はいどうも、一般人です。というわけですね、私はね、今、パンピー第二農園の方に来ております。結構ね、トウモロコシはね、もう成長してますね。この受粉作業をやるらしいね、後で。上の花ね、この辺に花が咲いてるんで、この花のね、花粉を、この、あ、すげえ、いっぱい散ってる。ちょうどね、今見えますかね、こう振ると、こう。粉がね落ちるんだよね、よく見ていて粉がね落ちてくの見えるでしょうか。結構これがこの下のねこのヒゲとかに当たると受粉するらしい。あ、すごい、めっちゃ落ちる。いくよ。あ、こんなに落ちる。こうやるだけでいいね。ちょいちょい振らすだけで下のねこのヒゲにかかると受粉して、実がいっぱいになるそうです。というわけですね、私は何をしに来たかっていうと、ちょっとね芝生の様子を見に来ました。あ、結構ね生えてるとこは生えてますが、生えてないとこは生えてないって感じだね。どうでしょうかね、大体もうダメになってんのこの辺だけじゃないでしょうか。手前はまあ生きてるね、結構ね。この辺も生きてる。この辺はちょっと死んでるっぽいね。死んでっけど、まあでもちょいちょい生きてるみたいな感じだね。ちょいちょい生きてる。でも順調になんか生きてるところが多くなってるような気がします。こんな感じですね。まあここはこれは一面完全にダメだね。ここはね、ここは完全に一枚丸々死んでると思います。こういうとこはね後で剥がして別な植えて生きてるやつをここにね持ってこようかって思います。まあもしくは買ってくるかだね。というわけでね、こんな感じで、ここ歩くの土にならなくていいね。まあ、こんな感じで、こんな感じだね。春先だから今一番元気がいい時だから、今生きないと生きられないね。こういうふうに、こう死んでる中にも生きてるやつが何本かね、出てきております。この辺は生きてるね、完全にね。多分売ってる時に一番上になってたやつとか、そっちの方は水がなくなってね、枯れてたかもしれない。真ん中の方は生きてるみたいな、そういう感じだと思います。結構、まちまちですね。また、安くなってる、あの、芝生があったら、投げ売りしてたら買ってこようかなって思います。あ、結構いいですね。あ、もうここなんかじゃがいもができ始まってるよ。まあ、ほっといてもいいかな、もう。じゃがいも。後で収穫するか面倒だけど、ちょっとね草取りをやっていきます。あとね今回来たもう一つの理由が、ちょっとねこっちの第二農園の方にもね角のところにブルーベリーを植えようかと思ってね、今日ねこの間あの挿し木して置いたブルーベリーが結構ね1年2年かな1年経ってやっとねこういう風に出てきたんで、これをね植えていきたいと思います。植樹祭だね、植樹祭。でこれ植えてからあのこれだけだとね刈り取られる可能性があるんで、一応ねタイヤを周りに置いてここにブルーベリーが植えてあるよっていう風にねあの知らしめるっていう方法をやっていきたいと思います。あとはねちょいちょい草刈りの方もやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。じゃあね早速ガーデニング行きたいと思います。まずはねブルーベリーを植えていきます。ここはね芝生は角のとこだね。まあだいたいねもう横芽が出てますが、これをね植えていきます。去年かな、挿し木して1年目だね。で多分ね俺の予想こうちょっとね掘ります。この上のはもう簡単ちょろまげヘノプップだね。あとはちょっとね、こう少し取れるかな、逆さまにして取るんだけどちょっと取れない。ちょっと待ってね、止めるか。はい、植えるのはね簡単なんですよね。こういうふうにして逆さまにしてポコってこう出して、あとはね土を入れるだけ。あれをやっと土をどかして、本当はねピートモスとかそういうのでやった方がいいんだけど、オレンジの場合はそのまま植えちゃいます。こんな感じで、ね、根っこが張れるようにちょっとね柔らかくしといて、
こんな感じで大丈夫でしょう。また軽くね叩いて固定します。よし、大丈夫ね。こんな感じで、もう何でもね植えるのは簡単なんだけど、あとのね管理が大変だね。設備の維持管理、だいたいねこの植える作業が労力が、まあ、1と考えると、その後のあの維持管理ね200以上だね予想で。日々の草取りとか剪定とかそういうのを考えると、もうどっちかっていうと植えるのはちょろいけど、後のね管理の方がめっちゃ大変です。まあ、ガーデニングって、まあ、おそらくそういうものだと思うんだけど、はい、これでねあとはタイヤをこの上にこうかぶせて、あの他の人がね間違って切らないようにしていきます。それではタイヤ乗っけていきましょう。じゃあもう一個もね植えちゃいます。 どっちも多分ラビットアイ系だね。少しね離してあっちの方に植えます。芝生の角のとこだね。そうすればあの芝生もねあのトラクターでかき混ぜられなくて済むんで一石二鳥でございます。はい、どうも一般人のガーデニング奮闘記へようこそ。今回はねガーデニングということで、この芝生のね管理をこれからやっていきたいと思います。めっちゃ大変です。もうすでに汗がびじょびじょでございます。いやね、植えるのは簡単だったけどね、後のね管理が大変だ。皆さんも芝生を植えるときは覚悟して植えるように。じゃあ早速トリキュアもやっていこう。ガーデニング、レッツガーデニング。はい、じゃあね今日もレッツガーデニングということで、こういうね草をね抜いていくんだよね。結構ね生えてる、もう雑草がねすごいんですよ。こうねこういう草もねどんどんね抜いていきます。これはね植えっときはね1日で終わったけど、もう草取り1回来るたんびにもう1日がねだいたい半日はこれやってられるから、半日浪費するね。しかもだいたいね月に1回ぐらいはこうやって草取りに来ないと、どんどん草に巻かれていくんで要注意です。ここまでのね覚悟はできてそれでもいいよっていう方は、芝生あのガーデニングして家をね家の庭とか芝生にするっていうのはねありだと思います。ここなんかもじゃがいもの苗がね大きくなってる。さっきねやってたらこれじゃがいもちっちゃいの出てきたし、もうねもともとはね畑で使ってたとこなんで、ガーデニングということで草取りが半端ない。根っこからね引っこ抜かないとどんどん出てくるから。あ、これさっき植えたねあのブルーベリーです。そして、ね、こうやってどんどん引っこ抜いていきます。はい、いやもうどん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 だね。これもね1ヶ月前に1回草取りやったんだから。そしてこの状況大変です。これね後の管理を考えると、もうね芝生にするのは結構ねリスクがありますね。あの労力というリスクがあります。確かに芝生になって嬉しいけど、毎日ねこういう感じで草取りをやんなきゃやんないってことを考えると、安易におすすめはできないね。ちょっとね隣の芝生は青く見えるとかねあって、なんか羨ましいなーなんて思うことがねあるかもわかんないけど、実際やってみたらわかるこの苦労は。もうねこれ実際やってみないとこの苦労はねわかんない。もうねこれタラボなんかこう育っちゃってるし、これはもう根っこからね生えてるやつだから、これはもうダメなんでね。あ、もうこう剥がれちゃってるし、結構ね前めっちゃ安い価格で投げ売りされてた芝生を買ってきたんだけど、あ、ミミズがね出てきた。こういうふうに生物のね繁殖地に上がってるわけなんですか。結構ね結構芝生が生えててもやっぱり雑草はね生えてくるね。まあ、確かに生える量は芝生を植えてないとこに比べれば少なくなるけど、
ここね、芝生植えちゃうとトラクターが入れないんだよね。トラクターが入れないっていうことは、すなわち全部こういう風にね、草刈り機とか芝刈り機とか、あ、そういうのでねやるか、こうやって根っこから生えてるやつはね、根っこからこう、これをねやんなきゃならないという、こういう手間を考えると大変だ。ちゃんとトラクターでかき混ぜられるとこは、こういう風にねトラクターで全然草なく、まあ、ちょっと出てきてもねトラクターで一回りすればいいんだけど、トラクターが入れないところ、まあ、ここね、あの栗の木が植えてあって入れないんだけど、入れないとかこういうふうに、ね、雑草だらけになります。で、芝生はっていうと、まあここよりはさすがに生えてないけど、それでもねちょいちょい生えてくるんで、こういうふうにね取んなきゃなんないということで、まあどうだろうね、中間的な感じ、うん、この苦労をいとわないとか、これをねトレーニングだと思ってあのできるって方は、あとはね、まあ、ボケ防止とかね、地方症の予防とかにもね、こういう草との接触はね、あの、いいみたいなんで、あの、そういう方はね、やってもいいかもしれないけど、もう忙しくて時間がないっていう方は、ちょっとね、芝生、あまりおすすめしません、個人的には。俺はまだ暇の方だからいいけど、これで忙しい人だったら、ちょっとね、管理できないね、どう考えても。というわけで、一般人のガーデニング奮闘記でした。過去ね、どういう風な芝生の状態だったか見たい方は、昔の動画を参考にしてください。それでは、また会いましょう。バイバイ。はい、一応ね、もうしばらく前に植えたブルーベリーなんですが、結構ね、でかい実がなってね、ちょっとね、食べてみましょう。どんな味なんでしょうか。収穫に来たんだけど、結構下にね、しかもいっぱい落っこってる。大丈夫かな、これ。一個食ってみるか。はい、じゃあね、早速いただきます。どんな味なんでしょうか。うまい。うまい。かなりうまい。甘いね、これ。じゃあ早速ね、全部収穫していきましょう。色もついてるやつだけで、ね。